皆さんご意見いかがですか。フォーク&ロックマスターズライブ司会の岩田幸雄です。藤本京子です。はい、去年は、アメリカ の,、ね、のテロ事件があったりとかで、割と、コンサートフォーニューヨークとかのベネフィットのコンサートがあったりとか、はい、まあ、いつもああいうコンサートを見てて思うんだけど、いろんなミュージシャンが共演するじゃないですか。そうすると面白いのは、あのギターで弾き語りをする人、まあ、バンドでやる人もいるんだけど、ピアノで歌う人っていうのと、やっぱりこう微妙なライブにおける歌の感じってね、違うじゃない。実際にレコーディングの時って弾きがあの同時に撮る人ってそんなにね、そうですよね、いないから、歌っていうのは実は弾き語り風にしてても別に撮ってる人が多いんだけど、でああいうコンサートはそういうわけいかないから、京子ちゃんなんかはピアノを弾くタイプで歌うけど、ギター弾いて歌う人とかってそういう違いとか感じることってある？ああ、そうですね。あ、でも確かにそのやっぱりレコーディングの時とライブの時は同じ弾き語りでも違いますからね。なんかよりこうニュアンスっていうのか表情っていうのか、やっぱこう伝わってきますよね。やっぱりね、あのビリー・ジョエルなんかも歌ってたけど、ピアノをきちっとやってきた人っていうのと、まあギターっていうんで、本当のギターのメッシュで、まあクラフトみたいな人もいるけど、あれは弾き語りともまた違うから、あのギターやってきた人ってジェームス・テイラーにしてもそうだけど、それはもちろん我々から見たらねすごい上手いんだけど、やっぱピアノをエルトン・ジョンとかビリー・ジョエルって、もう本当にそれだけでもクラシックで食べられるぐらいやってきた人じゃない。だからあのやっぱり余裕感っていうかね、歌の余裕感みたいなのが随分違うなと、あとリズムのノリ、あ、そうですね、私あのピアノ弾き語りやってて一番難しいなと思うのは、やっぱりその縦のノリをピアノで叩きながら歌うというのはすごい難しいんですね。だからやっぱビリー・ジョエルとかエルトン・ジョンとか、やっぱそういうのも本当すごいじゃないですか。もう見ててとにかくもうすごいなって思っちゃいますよね。まあそういう話をしたのはですね、実は今日はそのピアノの弾き語りが得意な方がゲストなんですけども、わざわざあの今 LA にねずっともう10年以上住んでるんだけども、この番組のために3泊4日日帰りという感じでね、あの LA だからね、電話をかけたら急遽来てくれることになりました。今日のゲストです、飯島麻里さんです。飯島麻里、1963年5月18日、歯医者さんの長女として生まれる。3歳でピアノを習い始め、13歳で曲作りを始めた。1982年、国立音楽大学に入学。83年、ビクターレコードへ送ったデモテープが認められ、デビューが決まる。4月、シングル、夢色のスプーン。9月、ファーストアルバム、ロゼを発表。新しい世代のシンガーソングライターとして注目された。アルバムからのシングル「きっと言える」がスマッシュヒット。翌年からラジオの DJ、 コンサートツアーもスタート。同じ84年「愛覚えていますか」がヒット。89年レコーディングで知り合ったミュージシャンのジェームスと結婚。 LA に渡り活動の拠点をアメリカに移した。2001年9月、元トトのスティーブ・ルカサーや名ギタリストのロベン・フォードなどの参加した新作「ライトナウ」を発表した。それでは1曲聴いていただいたところでご紹介したいと思います。飯島麻里さんです。どうも久しぶりだよね。久しぶりだよね。はい。まあまあそういう個人的な話は抜きにして、まあ飯島麻里さん、え、もう2002年だから、19年デビューして、そんなになりますかなんて知らないふり。19年ぐらい前に会った。そうですね。はい。すごいね。今でもよく覚えています。自分が何を着ていたかも。本当？はい。記憶いいね。前の日に泣いたことも覚えてる。岩田さんに会った前の日。俺が泣かしたんじゃないよね。そうなんですよ。彼がねなんて。違うよね。違うよね。お家でちょっと悲しいことがあって、多分泣いて、それで目が腫れてるのを気にしながらインタビューを受けていたような気がします。あのね、麻里ちゃんというと、まあ、お父さんとお母さんもちょっとひょんなことでお会いしたこともあるんだけど、はい、小さい頃ものすごい厳しくしつけられたとか言ってたでしょ。あ、もうなんかすごい記憶に残ってるんだ。なんかものすごい今でもそうなんだけど結構やんちゃそうで、なんか女の子なのに長女かなんかだよね。それで木に縛られて、なんか岩田さんのこと言うと、うちのパパとママがどうしてすることを言うのっていう。そうじゃなかったっけ。本当そうなんですか。一回だけあったよね、なんか。い
や私がなんか分からないけどごめんなさいって言わなかったかなんかね。まあそんなぐるぐるに縛られたわけじゃないけど普通さ、ね、今時の子で珍しい厳しい育てられ方をしたんだと思って、あの今振り返ってみるとその時は別に何も思わなかったけど、うん、いや厳しく育てられたのかなって思いますけど、うん、あそれでもなんか縛られてもごめんなさいって言わなかった。そう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 、それがあって落ちる涙で、ね、あの地面に絵を描いてとかなんか神話になってこの子は気が強いなと思ったんだけども、はい、もうしっかりまで甘くなってしまって性格までそうですか、はい、まあそれで高校の頃だっけね、原宿の某全寮制のまあねそういうところにいながら、はいはいはい、寮みたいな、うん、そこで確かあれだよね、あのデモテープ作り始めたり、そうですね、その頃に、うん、18とか19の頃ですね、うん、その前ピアノをずっと小さい頃から、はい、それは習わされたの、それとも覚えてないけど、いや習いなさいとか言われた覚えはないです、うん、あのもう目覚めた時、芽生えた時には、うん、周りであの音楽が鳴っていたという感じで、あじゃあもともとお家にもピアノがあって、はい、あの兄貴とうちの母親がもうすでに弾いていたので、自分も自然にまあそこに行ったという感じ、うん、それでまあ大体ピアノって日本の場合習うのはクラシックだよね、はい、でまあね、大学もクラシックのそういう高校もそういう系統だったけど、はい、そっちの方に行かなかったっていうのは、そっちの方に行くつもりでいたんですけど、うん、あのなんて言うんでしょうね、あのクラシックのお稽古をしてる間に、うん、退屈になったり 気をこう、うん、休めたい時に曲を書いて、うんまあ、遊んでいって、うんうんうん、何歳ぐらい、あの曲を書き始めたのは小学校の4年生ぐらい、うん、最初に書いたのは学級歌ですけど、うん、あじゃあ詩と曲と、うん、そうですね、うんうん、であの大学にちょうど進学するときにあのドイツの方にあのクラシックのピアノの方で留学の話があって、うん、でその時にですね、まあ、大きな転機となるきっかけがあって、うんまあ、ちょっとシンガーソングライターとしてやってまずやってみようかなと思ってデモテープを作ったんです、うんうん、俺なんかねすごいあとね記憶あるのはね、あのラジオ好きでさ、よくリクエストはがき達郎の番組書いてたとか言ってたらかったっけ、はいはい、ラジオよく聞いてましたね、もう中学校の頃から、うん、電話リクエストものとか、ね、今はそういうのないのかな、ね、今あんまりないけどね、結構ね山下達郎、俺確かあったのはさ達郎さんの番組にも、うん、そうだよね書いてて、一緒に仕事してる時ちょうど僕は達郎よく知り合いだったんで、はい、達郎がなんか下の喫茶店来てて達郎さん紹介してとか言って、達郎好きなのとか言ったら、そのことは覚えてない、そうあったよ、でずっとずっとあのほらリクエスト書いてたこと達郎さんの上にあるって、で達郎の前連れてって結構緊張してたんだね、本当、うん、そっかそういうこともなんかすごい覚えてるけど、でもあの後々に達郎さんに引っ張られてレコード会社に移籍したりしたので、今もういろいろと面白いですね運命ってね、うん、だって去年出したアルバムだって、はい、とりあえず達郎と同じ、そうですね、まあねレコード会社っていう、一度あの切られてまた助けてくれてるみたいな、うん、ちょっと面白いことですけど、はい。